9月15日の夜、ストーンズの冠バラエティ番組、ストーンズの今日からプロデューサーズ、日本テレビ系が放送される。6人にとって初めての民放感番組だが、ファンは手放しで喜べない状況のようだ。写真あり、綾瀬はるか、佐藤健と、ハイテンション気味、プライベート姿。3日前の12日、 ジェシーと綾瀬はるかがニュースホストセブンで4泊6日の米国ラスベガス旅行に訪れていたことが報じられたからだ。ジェシーさんは生まれも育ちも日本ですが、父親がアメリカ人で親戚の多くがラスベガスにいます。彼にとって、もう一つの実家ともいえる場所に綾瀬さんを連れて行ったことから、将来を真剣に考えているという見方も。ファンの間では、 冠番組がスタートするタイミングで恋人との旅行が発覚したことを批判する声も上がっています芸能記者ストーンズは2024年で結成9周年2025年には CD デビュー5周年を迎えるアニバーサリーイヤーを目前にメンバーのスキャンダルが続出している7月24日の「ニュースポストセブン」でジェシーさんと綾瀬さんの交際が発覚 1>, 1ヶ月後の8月28日には、森本慎太郎さんと森川葵さんの交際が、文春オンラインに報じられました。ジェシーさんのラスベガス旅行も合わせると、2ヶ月の間に3回も女性関係を取り沙汰されたことになります。前室、芸能記者。相次ぐ熱愛ラッシュに、ファンから悲鳴が上がっている。さらに X では、交際報道後のメンバーの対応に不満の声が続出。 京本大河がああやって否定できるならためんだって発言できるんだよねジェシー慎太郎がそれをしてないのってそういうことじゃないのジェシー本当に否定してくれ虚ョモができたんだからできる環境ではあるよね縦読みでも何でもいいから大河君が堂々と自分の言葉ではっきり否定できたんだからジェシーだってできる立場にあると思ってたけどあなたは否定してくれないんですか はっきり言わせてもらうと熱愛がつらかったわけじゃない。ジェシーも慎太郎も熱愛発覚後の対応にがっかりしてるファンが多い。これまで全力で応援してきたからこそファンに対して何か誠意を持ってコメントが欲しかった。それがないから SixTONES にとってのファンってどんな存在なんだろうって虚しくなった。ジェシーと森本が報道に言及しないことに反発するファンが多いようだ。そんな中 同じくメンバーの京本大我の名前が出ていることについて、前室の芸能記者がこう解説する。京本さんは9月4日の有料会員向けブログで、X で突如、噂になった、過去に共演した女優とデートしていたという疑惑をきっぱり否定したんです。一方、ジェシーさんは7月の交際報道では個人事務所を通じて仲良くさせていただいております。ズドン。 コメントしたものの、ラスベガス旅行には沈黙を貫いています。森本さんも、森川さんとの件には一切言及していません。SixTONES 内で熱愛対応が統一されていないため、ファンも混乱しているのでしょう。2024年4月から新たなマネジメント会社 STARTO エンターテインメントが稼働し、SixTONES もそのマネジメント傘下にある。新体制になって、 タレントの熱愛報道への対応に変化が見受けられる。旧ジャニーズ事務所では、タレント本人が週刊誌の熱愛報道に言及することはなく、事務所としてコメントも出さないことが多かったです。STARTO 社では、ジェシーさんや京本さんのように、必要であれば、タレントがプライベートな内容に言及することも可能になった印象を受けます。ただ、今回のラスベガス旅行のように、 タレントが言及しないとファンの間で何も言わないのは不誠実と認識されてしまうのかもしれません前で芸能記者アイドルには熱愛が取り沙汰された後の対応力も求められそうだ